小野中のオーナー。はい、どうもガバタです。はい、今回もやってきました、はい、エノスプレゼンツ第4回野村道場オンライン柔道教室で、今回マジすごいんですよ。ゲストが野村さんはもちろんいるじゃないですか、はい、で大野選手、はい、で一二三選手、はい、詩選手、この4人です。やばいやばいです。僕ほんと緊張してるんですよ今。それだけのゲストいて、うん、検査していいですか一応。何をすか。あの隆起検査をちょっと。ああ、隆起検査ね。そこ通んないと撮影できないんで、うん、じゃあちょっと行きますよ。はい、隆起してる。いやいや、野村さんだけでも隆起するんだけど、やっぱ大野選手と一二三選手と詩選手、このスペシャルな4人が集まってるから、もう隆起の仕方がレベル違うんやね。いや、ちょっと待ってください。今回ほんまやばいから。じゃ、もう一回。いや、そうでもないっしょ。いやこれ通んないよこれ。もう一回いくね。もう一回確認して。隆起してる。お、隆起。田中みな実の写真集みたいになってるじゃん。まあ、こんだけゲストいるじゃないですか、はい、ゲスト殺しじゃんお前って。まあ誰か一人終わらせないといけない今日でしょ、うん、あれ決まってんの、標的というか。俺の中では決まってます。一番終わらしやすい人を選んだ、うんうん、今回誰。歌。なるほどですね、なるほどですね、なるほど。わっとるこいつ。歌を終わらします。エノスプレゼンツ第4回野村道場の代表野村さんのところにちょっと挨拶行きましょう。野村さんにさえ挨拶すれば歌さんに絡んでも多分大丈夫だと思うんで、まあ、一番の核を押さえとくっていう、うん、何でもそうじゃん。確かに社会の仕組みって、うんうんうん、あのこの軸を押さえとけばもうあとはいけるから。確かにね、歌ちゃんのファンっていうのはもう日本中にいるからさ、うん、一撃で俺終わらせられるんだけど、うんうん、そこでやっぱ野村忠宏をしっかり押さえとく。でその野村さんが、うん、いや俺がいいって言ったんだと。そういうことになるから、ファンがガーって来た時に野村さんが謝罪文出すって感じで。お前頭いいな。めっちゃ頭いいでしょ。小野中の小野中のオーナー。ご挨拶させていただきます。すいません、はい、失礼します。あ、どうも、かぼたです。あ、すいません、どうも、今日よろしくお願いします。お願いします。ちょっとマジ嬉しいです、呼んでいただいて。いえいえ、もうギリギリまで不安だったんですけど、うん、やっぱ呼んでくれるんですね、結局。優しいっすわ。正直ちょっと言いたくねえけど、はい、かぼた道場でよくねえの。いいです。僕らでいつの誰が見るんですかね。第3回野村道場の時に、うん、野村さんがテーピングをすごい巻いてるのを見たんですよ。どんなぐらい巻いてるんですか、打ち込みとか投げ込みだけなのに。巻かないとできないんですか。膝悪いですもんね。前十字切った方ですか、こっち切った方、はい、こっちは前十字と半月板と軟骨がもうボロボロで、はい、変形性膝関節症って言って、はいはい、関節内が変形してる。でこっちはうわ軟骨移植を外側も内側もしてる、はい、それしないと打ち込みとかもできないぐらい、ね、怖い。やるからね、思い切って入りたいの。だから前回3回の第3回の時さ、ドンマイ投げたでしょ。ああいう時も思い切って入りたいから、どうしてもその不安要素をあの払拭するために準備をする。野村道場に対する思いっていうのがすごいなと思って。これ知らないわけじゃないですか、子供は。まあね、こんだけ巻いてるっていうこと、うん、もそんだけでやっぱ本気でかけたいからっていう。そうね、だからまあおじさんだったけど、はい、世界一になった、はい、選手っていうのは年を重ねても本気でやったらすごいんだっていうのは子供たちにね、うん、見てもらった方がね。この裏側を届けたかった俺は。はいはい。ちょっと今日残念なお知らせがあるんですけど。はい。あの大野翔平選手、はいはいはい、緊急事態宣言延長で、はい、会場には来れなくなってしまって、あの本日リモートでの出演になります。大野選手来てないですか。今日来てないですね。え？大野くん！くるみさん！くるみさん関係ねえだろ。上司郎くん！今から阿部詩さんにご挨拶させていただきます。はい、初めてなんでね。緊張します。やばい、大好きなんでね、すごい緊張してるんですけど、早速ちょっと挨拶いたしまいます。はい、あ、すいません、
あ、すいません、お邪魔します。すいません、なんかカメラ、いえいえ、申し訳ないです。どうも、中畑です。こんにちは。あ、座っておいてください。すいません、もう大ファンで、はい、いつも見させていただいてるんで、髪ちょっとハイライト入れて、はい、結構入れたんですか。結構色も黒も可愛いけど、でもなんかそのハイライトも可愛くて俺よりうん、いや、ありがとうございます。僕のこと知ってますよね。はい、はい、本当ですか。はい、いつもアベータでしたとか、なんかあんまり良くないなと思いながらもなんかいろいろちょっとやってしまってて顔さんも結構ハイライト。そうだそう、僕ウタさん真似してはい、ウタさん入れたじゃないですか。で、僕黒だったんですけど、ウタさんが入れたっていうのを聞いてちょっと入れさせていただいたんです。大好きで、人類で一番好きなんです。はい、目とかめっちゃ可愛いですね、俺より。なんかやっぱ大きいというか、本当にありがとうございます。いや、こちらこそ。いや、今後ともよろしくお願いします。すいません、マルくんちょっといいかな。はいはいはい、久しぶり。久しぶりです。ちょっとマルくん、いい、うん、ごめんね、ちょっと、いい、はい、うん、で、大丈夫です。ブタさん、すいません、ありがとうございました。好きです。好きです。すいません、ちょっと入んないで、ごめん。何、どうしたの。入んないで。え、何あれ、森さんは。森さん、うん、何が。いやいや、森さん連れて行ってん。え森さん。森さん、大丈夫ですか。何してんのお前。びっくりした。川端さんにちょっと呼ばれてて、あの人でもいい人だよね、結構ね、いい人、すっごいかっこいいよな、あの人。なんか違うやん、 YouTube で見てるあの川端さんってさ、ちょっとふざけてるけど、カメラとかと思ったら結構かっこよくない。結構、はい、なんか礼儀正しい、礼儀正しいし、なんかその かっこいいよな。で、歌はちょっと LINE 消えてさ、お前のちょっと LINE もう一回交換しとかんと、うん、うん、あれなんで消えたんかな。ウタどこやろ。やっぱ LINE ちょっと交換、うん、ごめんごめん。QR でいい。 QR で、うん、ごめんな、なんか、あ、全然ない、うん、QR これで、うん、ごめん、うん、そう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 、うん、じゃあ、うん、ゆっくりだ、うん、あとでまた帰ってくるから、うん、ちょ、川端さんまた呼ばれてるからさ、うん、ありがとう。いえ、ごめんね、また、うん、あとで。お疲れさん、はい、ありがとうな、また。ちょ、川端さんとこ行ってくるわ。あの人いいな、かっこいいな、な、ありがとうな。ありがとうございます。川さんとこ行ってくんな。はい。野村道場オンラインイベントが無事終わりました。オンラインで参加した子供たちもむちゃくちゃ喜んでて、最高のイベントになりました。キャーキャー言ってたもんね、うん、子供たちも。うっす、お疲れ。お疲れ。お疲れでした。よかったですね、イベント。ちょっとこっち来てもらっていいですか。はい。いや、すいません。ちょっと先輩出てもらっていい。え、うん。すいません。あれ、森さんは。え、何、森さんは。え、なんかさっきと同じ展開じゃないか。いや、森さん、もういいや、もうほっとこうよ、別に。で、森さんってさ、その関係ないから、森さん実際。一応心配だもん、それ。あれ。森さん。なぜもう。はい。あ、失礼します。はい、あ、お疲れさんです。あ、すいません。やっぱ可愛いですね。顔、やっぱ顔、やっぱずっとその顔ですか。ずっと、はい。可愛い。プレゼント持ってきて、はい。はい、ぜひ受け取っていただけたらなって、はい、すいません、ありがとうございます。ぜひ、貸してもらって。はい、何ですかこれ。片手です、すいません。ゼクシー。はい、よかったら、はい、見ていただけたらなっていうか、自分の気持ちでいいなんで、それ、はい、はい、
言葉で言うよりやっぱりそういう方が分かりやすいかなと思って、ね、はい、うたさんテレビとかでもやっぱりあの結婚したいってやっぱ言ってたんでそろそろかなと思って、タイミングはあのこっちで、はい、あの勝手に決めさせていただきましたすいません、はい、ありがとうございます。もしよかったら、はい、よろしくお願いします。すいません、はい、何の握手ですかね。いやいや、あの握手してくれたらそれだけでいい。はい、ありがとうございます。握手したらいいですか。はい、ありがとうございます。春よ、届き春よ、ありがとうございます。はい、またあのいろいろ手続きとかは、はい、後日させていただこうかなと思ってるんで、はい、ありがとうございました。森くん知らないですか。はい、森くんですか。はい、あ、全然知らないです。はい、本当ですか。はい、どうせいないですか。はい、全然見なくて。あ、森くん僕わかんないです。あ、喋ったこともないんで。本当ですか。はい、ありがとうございました。 ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。失礼します。森さん。